私の名前は有馬かな。小さい頃は天才と呼ばれ、みんながチヤホヤしてくれた。またテレビ出てたね、かなちゃん。すごい、ありがとう。ここはプロの現場なんだけど、遊びに来てるんなら帰りなさい。あ、この子あれじゃない、なんだっけ、重曹舐める天才子役。10秒で泣ける天才子役。ドラマでの泣きっぷりがすごいってみんな言ってるの。すごいんだから。こないだ監督が撮ったドラマ見たけど、あのアイドル全然出番なかったじゃん。は？どうせカットしなきゃいけないほどへったくそな演技してたんでしょ。媚び売るのだけは上手みたいだけど。お兄ちゃん、分かってる、相手はガキだ。殺しはしない。アクア、星野アクア、アクア、アクア、あなた星野アクア。ママもマネージャーも私のことほったらかして、ファンですら見てるのは昔の私の面影だけ。誰か私を見て。それだけを十数年叫び続けてきたのに。入学おめでとう、アクア。あとルビー、ここ妖刀高校は他の高校と比べて授業日程は融通が利くけど、普通に赤点取ったり出席日数足りなかったら留年するし、カリキュラムもそんな違いはない。でもみんな芸能人。ここは日本で一番見られる側の人間が多い高校でもあるわ。歓迎するわよ、後輩。芸能界へようこそ。誰だっけ。あ、あれじゃない、重曹を舐める天才子役。10秒で泣ける天才子役。映画で共演した有馬かな。入るの、うちの芸能科入るの。いや、一般科受けた。なんでよ。へえ、そう来る。やんねえよ。今ね、私がヒロインやってる作品あるんだけど、まだ役者決まってない役あるんだ。偉い人に掛け合ってみようか。やらん。興味ある。だから俺はもう演技はやらないって言ってるだろ。掛け合ったら案外スルッと決まっちゃうかもよ。Pの冠城さんには可愛がられてるから私。ねえねえって、どこ行くの。監督って誰のこと。ねえ、今どの辺に住んでるの。聞いてる。ねえってば。あんたどこ中。ヤンキー女子。うちの妹が芸能科受けて心配だからここ受けただけ。はあ。うちの兄シスコンなの。キモ。はあ、仕方ないな。仲良くしましょう、ロリ先輩。いびるぞマジで。じゃあ俺監督のところ寄るから。うん、ちょっと話しようよ。ねえ、これからカラオケとか行かない。行かねえよ。え、じゃあ私の家とか。距離の詰め方やばくない。おお、有馬かな、見ないうちにでかくなったな。おい、いや、仕事はしてますよ。そりゃ子役時代に比べたらあれですけど。まあゆっくりしてけよ。キャストも同年代ばっかだし、相手の男も女の子みたいな顔しててさ、可愛いんだよ。やる。え、嘘。相手の男も女の子みたいな顔しててさ、可愛いんだよ。あんたそういう。やってやろうじゃねえか。主演級の仕事なんて私にとっては10年ぶりの大仕事だから、そりゃ頑張るし。確かに最近見ないし、まだ役者続けてたのかって思ったけど。だけどこうやって実力が評価される時期が来たのよ。本当に続けてきてよかったって思った。こんな前も後ろも真っ暗な世界で一緒にもがいてたやつがいたんだって分かって、それだけで十分。あの子は使えるって言って。そしたら馬車馬のように働くよ。私が必要だと言って、それさえ言ってくれるなら
私はどれだけでも頑張ってみせる。頑張ったねって褒めて、そしたらもっともっと頑張るのに。っていうかロリ先輩ってさ、もっと演技上手くなかった？うっさいわね。そんなこと言ってたの？死ねよあいつ。相変わらず口悪いなお前。仕上げだ。有馬かなが上手く泣いてくれれば。それでも、それでも光はあるから。結果を出さなきゃいけないし、スキャンダルなんてもってのほか。ちなみにあんた彼女とかいるの？いないからスキャンダルもクソもない。そう、ふーん。大事な話とか改まって。もしかしてそういう困るな。お待たせ。待ってたわ。遅いじゃない。永遠に待ってろ。え、何？私も暇じゃないんだから20秒で済ませて。態度露骨。悪いけど。頼む有馬かな、妹とアイドルやってくれ。でも私そこまで可愛く。いや可愛いだろ。俺も水郷でアイドルやってくれなんて言わない。有馬はそこらのアイドルよりずっと可愛い。もう何度言われても無理なものは無理。絶対やらないから。いちごプロへようこそ。歓迎します。頭ではダメって分かってるのに、なんで私はいつもこう。一緒に頑張ろうね先輩。お任せ。中学生に大人気、覆面筋トレ系 YouTuber のピエヨンをご存知ない？うちの稼ぎ頭だよ。覆面筋トレ系ってジャンルがまず初耳。ピエヨンさん、ビシッと言ってやってください。所詮ネットってインパクト勝負っていうか、テレビの企画を流用したキャラビジネスっていうか。僕年収1億だよ。舐めた口聞いてすんませんでした。あ、お兄ちゃん。アクアです。なんかめっちゃ緊張するわ。みんなよろしくね。いや誰？お兄ちゃんイーのオーラ発してる闇系じゃない。キャラ作りすぎ。かっこいい。役者さんって憧れる。メムチョも可愛いね。めっちゃ照れる。は？死ね。なんだあいつ、私には可愛いなんて勧誘の時しか言わなかったくせに。はい、お見事。着ぐるみ取って自己紹介どうぞ。有馬かな、自称アイドルです。こんにちは。はいはい、名前は聞き覚えある。聞き覚えだけかよ。コンビニで買った新商品のジュースが激まずい。うわー、何するの？あんたが何しようとしてんの。あんただってエゴサくらいするでしょ。しないよ。スマホよこしなさい。あ、返して返して。どれどれ、ゴリゴリやってんな。あらあら、関連検索に可愛いまでつけて。そんなに可愛いって言われたかった？やっぱあんた変わってる。そうか。そうよ。裏若き男女が学校という牢獄から逃げ出して何をするかと思えば、公園でのんきにキャッチボールだもん。わざわざグローブとボールまで買ってさ。変なの、私みたいな下手っぴじゃなくてもっと上手な人誘えばよかったんじゃない？ルビーとか。妹に学校サボらせる兄がいるか。シスコンキモ。でもまあ、そういう相手に選んでくれたってのは悪い気はしないかな。どんどんと僕と星野アクアの境目がなくなっていく。前から思ってたけど怖くて聞けなかった。あんたもしかしてさ、中二病？そういうの早く卒業しなさいよ、痛いから。あ、いい球じゃん。そう？本当に初心者か？そうよ、アクアとするのが初めて、一番最初。もしかして始球式アイドル狙えちゃう？
年上好きってこと？へえ。へえ。早く投げろ。なんだよ。なんでもない。の。はあ。マジ最悪。死んじゃえばか。話は聞かせてもらったわ。アリマ。私も年齢でうだうだ言われた側だから、ちょっとだけ気持ちわかる。ちょっとじゃなさそうだが。子役の事務所も高学年になったらお払い箱でさ、ほんとムカつく。アリマ、ルビーとメモをよろしくな。うるさい、気安く話しかけないで。あんたは黒川茜とよろしくやってなさいよ、このスケコマシ三太夫が。ずっと盤上に引きこもってお金にならない仕事してても仕方なくない？あ、そういえば最近恋愛リアリティショー出てたっけ。私生活切り売りして人気出てきたらしいじゃない。よかったわね。アリマ、共演は何年ぶり。てっきり役者辞めたんだと思ってた。今はアイドルだもんね。あかね。ふん、そうよね。あの黒川茜があんたなんかに本気になるはずないもの。テレビ少女の演出ってやつね。あるある。あんたも哀れね。ダメよ、ああいうの本気にしちゃ。ああ、やだやだ、こればっかりは本当に無理。何度頼まれてもセンターはやらないから。でも最後に私たちの歌を聴いて。あなたのアイドル、最後は B。 もうどうして私はいつもこう。いや、まさかあの地獄みたいな空気からの大逆転あるとは思わなかった。私は最初からこうなるって思ってたよ。黙れ下手馬と音痴。つまるところ、有馬かなに客はついてないわけなのよ。こんな口悪くてすれてる女に金出したくないってのはめちゃくちゃ同意。あ、そういえば京アマのドラマも赤字だったんだっけ。メムチは登録者数めちゃくちゃ多いし大丈夫だって。なかなか人を褒めない兄ですら先輩のこと可愛いって言ってたじゃん。面倒でもひねくれてもないって。でもそれ今勝ちでメムチョにも言ってたし。面倒でひねくれた女だな。サポートしてくれる子捕まえたからコキ使ってあげて。サポートしてくれる子、それってもしかして悪よ。いや、あんたかい。うちの稼ぎ頭でしょ。頼むから普通に働け。私の何を知ってるんですか。そうだな、毎朝走り込みと発声欠かさない努力家。口の悪さはコンプレックス。自分が評価されるより作品全体が評価される方が嬉しい。実はピーマンが大嫌い。え、私のことめちゃくちゃ見てくれてる。嬉しい。もしかして私のファンなんですか。そうだよ。嘘。いたんだ、今の私にファン。この人本当に好きになれそうな気がする。もうアクアなんてポイしてこっち好きになろっかな。年収多くいってるし正直あるよね。ピエヨンのマスク、かたくなに取らないから気になってたのよね。あのマスクの下はどんな面してるのか。つい被り物して走ったり踊ったりしてたわけ。私も一度やったけどクソきついでしょあれ。そんであのきっしょい声出して。てかうまいね、モノマネ。意外な特技持ってるじゃん、すごい。なんだこいつ、帰る。あ、逃げんの逃げんの。は、意味わかんねえ。何からも逃げてないだろ。私と話がしたくて変なことしちゃったのバレて恥ずかしくて逃げんの。私は新人、新人アイドル有馬かな。決めたわ、私がアイドルやってる間にあんたの再流毛を真っ白に染め上げてやる。あなた
私のこと大好きにさせてみせる。あんたの推しの子になって。